皆さんこんにちは。さいたま市長の清水隼人です。ようやく猛暑も終わり、秋の深まりが感じられる季節になりました。本市でも文化芸術の秋、スポーツの秋にふさわしいさまざまなイベントを開催しています。10月7日に開幕した埼玉国際芸術祭では、メイン会場の旧市民会館大宮をはじめ、市内各所のさまざまな文化施設等で展示やイベントなどが連日開催されます。12月10日までの会期中にぜひご来場ください。そしていよいよ11月5日には9回目となる J:COM プレゼンツ2023ツール・ド・フランス埼玉クリテリウムが開催されます。ツール・ド・フランス本大会で活躍した海外チームや、今年の日本のロードレースで優秀な成績を収めた国内チームなどの出場が決定し、世界最高峰の自転車レースが今年も埼玉新都心で繰り広げられますので、本場の興奮と感動を体感してください。さらに大会開催までの期間を埼玉クリテリウムウィークスとして、埼玉クリテリウムとコラボした食事やスイーツを提供するクリテイーツをはじめ、埼玉スーパーアリーナをトリコロールカラーに染めるライトアップなど、大会を盛り上げるさまざまなイベントを行っています。また大会前日からはサイクルフェスタや埼玉ルシェを開催し、家族連れの方が楽しめるイベントや体験ブース、スイーツ等飲食物の販売も行います。ぜひご家族や友人と会場にお越しいただき、多彩な秋のイベントをお楽しみください。